皆さんこんにちは。私は弁護士の竹山茂樹です。アシスタントのカレンです。本日は放送3社の仕事内容について伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。放送3社とは裁判官、警察官、弁護士を言います。まず日本で3社のどれが一番多いんですか？少し古いデータですが、2019年は裁判官が2798人、2020年3月で検察官が1977人、2020年3月で弁護士が 42,164 人となっております。弁護士が圧倒的に多いですね。なんで弁護士が多いんですか？やはり弁護士の役割が多いというのが挙げられます。例えば民事裁判をやるのに、裁判官単独事件の場合一人で仕事ができますが、弁護士は原告側と被告側の2人必要です。戦っている構造だからですね。また弁護士は裁判以外にも契約書のチェックや法律相談などたくさんの仕事があります。その結果弁護士の人数が一番多いということになります。では一番多い弁護士の仕事から伺いたいと思います。弁護士の仕事は本当に多様です。大きく分けて民事事件と刑事事件に分かれます。2つはどう違うのでしょうか？民事はざっくり言ってお金や家族関係の問題です。例えば貸したお金を返してくれないので裁判をする、これが民事事件です。弁護士は民事事件の代理人として本人に代わって裁判を行います。民事裁判って本人でもできるんでしょうか？はい、可能です。50万円ぐらいの貸金返還請求事件なら、弁護士に依頼すると費用倒れになることが多いので自分でやる方もおられます。ただ事件の種類によっては難しいものもありますので、ある程度金額が大きい場合は弁護士に依頼することが一般的です。民事裁判以外の業務もありますか？はい、裁判まで行かなくても法律的な問題について相談に乗るという法律相談があります。例えば家を売ったけど欠陥品だと飼い主からクレームをつけられている、どうしたらいいか、まあそういった相談ですね。契約書なんかも見るんですか？はい、企業の契約書が法的に有効かを見るリーガルチェックという仕事がありますし、あと相続が起こった時遺産分割協議書って言ってどうやって遺産の内容を分けるか、そういった書類を作ることも大事な仕事です。刑事の仕事はどういったものなんでしょうか？刑事の場合は弁護士は弁護人という立場になります。犯罪をやったと疑われる人の弁護をする仕事です。逮捕されて身柄を拘束されている場合はその人に会いに行って取り調べにどう対応すればよいかアドバイスをします。また実際の刑事裁判では無罪を主張したり刑を軽くしたりするための主張を行います。無罪の人を弁護するのは分かるんですが、どうして犯罪をやっている人を弁護するんですか？これなかなか難しい問題なんですけど、一つは国家権力と被告人の力の差です。被告人を裁判にかけるのは検察官という立場なんですけど、これ背後に警察官とか国家権力があります。警察官って権力すごいんですよ。捜査もね、まあ、いろんなところに防犯カメラもありますけど、まあ、令状っていうのを取って人ん家に勝手に入ったりね、物を押さえたり、すごい権力です。で、国家権力は徹底的に捜査をし被告人を裁判にかけます。一方で被告人側はそんな力ありません。一方的に国家権力によるより悪者にされてしまう可能性があるので、そのバランスを取るために被告人には弁護人、これをつけるのです。他には何か理由がありますか？で、これは私の完全な個人的な考え方になるんですが、検察官って被告人の悪いところを中心に述べるんですね。同じ殺人事件でも実は被告人にとってはね、重大な理由があっても検察官は言わないことがあります。で、そんなところを、弁護士が聞き取って主張してあげないとバランスが取れないことになってしまいます。いろいろあるんですね。では裁判官の仕事を教えてください。はい、裁判官は司法試験に合格し司法修習に行き、まあ、公務員なんで裁判官として採用されることが必要です。で、採用されるとこう民事裁判官の道と刑事裁判官の道のどちらに行くか分けられます。もちろん法律で決まってるわけじゃないので民事裁判官の道に進んだ人が刑事裁判をやることは不可能ではないんですが、キャリアプラン的に分かれているようです。そうなんですね。じゃあ最初が大切ですね。裁判官目指されている方はそうですね。で、民事裁判官は民事の裁判につき当事者の話を聞き主張を整理し証拠を調べ事件を解決していきます。で、最終的に判決という形で事件を解決するんですが、判決まで行くことはそれほど多くはなく、途中で和解という形で終わることも多いです。和解ってどういうことですか？これお互い譲り合って事件を解決することです。例えばカレンさんが友達に200万円を貸して、返してくれないから
裁判になってしまった。本来はそのお友達は利息もつけてカレンさんに一括で返さなきゃいけないところ、例えば月々10万円の分割払いにして利息もカットする、話し合いでそんな結論に至ることを和解と言います。なんで和解になることが多いんですか？でまず、民事裁判は片方が全部悪いということももちろんあるんですが、お互いに言い分があることも多いです。そこで0か100かの解決ではなく、互いの言い分も踏まえた上で譲り合って解決するのが事件の解決としても理想とされます。他にも何かありますか？あと判決が出てもお金を払わない人がいます。これ結構います。でその場合強制執行という手続きになるのですが、これが結構大変です。で一方で和解ではお互い自分で決めたことですよね。いやいや和解したかもしれないけど、一応自分でうんと言った、自分で決めたことなのでお金を払ってもらいやすいっていうのもあります。で弁護士の感覚でいうと、強制執行しなければならないくらいだったら、多少譲って和解した方が時間もお金も節約になります。感情的なものもあるんですか？そうですね、やっぱり民事裁判になるとお互い感情的に対立していることも多いです。和解はお互い譲り合って自分たちで決めたことなので、感情的なしこりは判決ほど残らないです。裁判官はいろんなことを考えるんですね。そうですね、原告と被告が徹底的に争う裁判ももちろんありますが、原告側の弁護士、被告側の弁護士、裁判官が一緒になって解決の落としどころを探っていく裁判の形もあります。イメージと違うところもありますね、では検察官の仕事を教えてください。はい、検察官の仕事は大きく分けて捜査と公判に分かれます。その他総務部的なところに行ったり、公務員なんでね、管理的な部門もあるんですが、そこは割愛して捜査と公判の検察官の仕事についてお話をさせていただきます。犯罪を犯したと疑われる被疑者がいると、まずこれ警察官が捜査します。そして警察から送られてきた証拠を見て、さらに被疑者を取り調べ、検察官が被疑者を起訴、すなわち刑事裁判にかけるかどうかを決めます。取り調べも行うんですね。そうですね、検事が被疑者の口を割ったりすることもあります。公判は起訴された被告人の有罪を勝ち取るために裁判で証拠を出したり主張したり証人尋問したりする仕事です。ドラマで見る検察官みたいですね。そうですね、ドラマのイメージはやっぱ公判のイメージが強いでしょうね。であと最近は国民から裁判員を選んで裁判員裁判もある関係で、立ち振る舞いや見た目の研究もしていると言われています。そんなことまで考えるんですね。はい、結構ね見た目は気にしてます。年収はどうなんですか？3社で違います。で検察官の初任給はだいたい25万円ぐらいで、これに年100万から150万のボーナスが支給されます。ただこれあくまで初任給で、出世度合いによるんですけど昇給も早いので、どん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 給料は上がっていくイメージです。で裁判官に採用されると判事法っていうものになります。で給料はね、初任給の間はだいたい検察官と一緒です。ただ昇給スピードも検察官と一緒で結構早いです。で弁護士の初任給は事務所によります。地域にもよります。田舎の方で買い手市場、すなわち弁護士が就職難の時は年間360万程度のところもあれば、大手で大手事務所に入る、しかも弁護士の数が足りない、もう就職し放題みたいな時は1000万超えることもあります。よく聞かれるのが、4大事務所ってかなり大きなエリート事務所あるんですね。でここの承認金は1000万超えますよって質問をよく聞かれるんですが、これ実際にね、いろんな弁護士に聞いたところ、どうやらね、採用時期によって超える場合と超えない場合あるみたいですので、本当に時期によりますね。景気とかにも左右されます。で放送3社の仕事はどれも魅力的だと思うんですが、カレンさんはどれを目指してるんですか？私は弁護士を目指しています。そうですね、カレンさんも他の方もぜひ頑張って、勉強して放送を目指してください。レック東京リーガルマインドでは司法試験関連のたくさんの講座を用意しております。はい、本日は放送3社の仕事についてでした。ぜひチャンネル登録お願いします。